近代圏は朝鮮最初のカトリック司祭である。洗礼名に使われる場合は、アンドレア・キム・デゴンとする。カトリック教会の聖人で、祝日は9月20日である。中聖堂、側ワ、郡広西リ・ヒソルメ、村生まれ。7歳の時、景気堂、道、飛と志軍内ナ面に移り、道地で育った。1836年、フランス人司祭ピーモーバンから洗礼を受け、 司祭志願者として、盲番神父と共に、ソウルへ赴いた。通訳であった、流神基地から、中国語を学び、盲番の紹介状を持って、中国に渡った。朝鮮不況の責任を持っていた、マカオのパリ外国宣教会のカレーリ神父から進学、及び西洋の諸学問と、フランス語、中国語、ラテン語を習った。1842年。 キリスト教への弾圧が行われていた朝鮮半島への密入国に挑んだ。何度も密入国に失敗したため、一旦、ヤカコに戻って、メストロ神父の下で神学の研鑽を続けた。1845年になって一人で国境を越えて、ハンスンへの潜入に成功し、密かに布教を続けた。後に、パリ外国選挙会に支援を要請するために再び、僧侶を出て、 上海に渡った。上海で韓国人として最初の主催に除外され、8月、ペレウォール司教、ダブルイ市教と共に上海を出港した。出港して3日後に嵐に愛チェジュ島に漂着したが、その後、中世南道に潜入して、各地で不況に当たった。1846年に逮捕され、厳しい拷問と取り調べを受けた。 宣教会の仲間と信徒たちへの遺言書を書き残した後、あと26歳で処刑され、殉教した。1857年教皇庁によって、尊者とされ、1925年には、列服、1984年に、教皇ヨハネ・パウロ二2世によって、他の102名の殉教者と共に劣勢された。ありがとうございます。